はい、皆さんこんにちは、ピンゴルの小池です。今日もスイングひもやからお送りいたします。はい、今日は解剖のドライバーの飛ばしなんですけど、これからちょっと今寒い季節になってきて風も吹いてくるから、強い球の方が飛ぶし風に影響されない。で、普段からこれは夏でもそうですけど、やっぱり強い球じゃないとボール飛ばないですよ。でヘッドスピードは尾形プロみたいに60あればいいですよ、飛んできますよ。ただ普通の人ってみんな40ちょっとぐらいしかないから、まあ、38からね。ただ38あればこの間も証明したけど240ぐらい出るっていうのは、230、40、それは球の質だっていう話で、で今日はこの球の飛ばしとその効率のいい球を打つためにやっぱり足の使い方ですね。はい、でそうなんです。でこの足の使い方をもう一度ちょっと勉強していただいて、これからの冬の風の季節に、挑んでください。はい、はい、そうです。はい、飛ばします。はい、よろしくお願いします。はい、でこの間もトラックマン使ったり GC 使ったりして、クラブの入り方とかロフトとか、そのダイナミックロフトね、当たった時のロフト、その入射角度、いろいろやって、まあ、それを考えていくとボールは、回転数を抑えられて飛ばせるっていうのをやったんですけど、じゃあそのために何をやればいいかっていうのが、まあ、詳しくやってなかったので、まずクラブがインサイドから入ってくるってことも、まあ、条件で、まあそう、ただまっすぐでもいいんですよ、ちょっとカットでいいです。ただ大きくカットとかは絶対ダメだし、まあ、パワーフェード打つ人だったらほぼストレートに近いフェードで打つんだけど、基本的にやっぱりアマチュアの人がそんな際どいところで素晴らしいパワーフェードを打つなんて難しいですよ。やっぱりシングルに一番多いそのドローボールを打つ、インサイドから入ってくるっていうことが、クラブっていうのはボールもやっぱり強い球を打てるので、でまずそれができてない人の足の特徴っていうのを最近レッスンしてて、やっぱり飛ばない人の特徴こういう感じだなって、インサイドから入って飛ぶ人とは違うなっていうのはやっぱ足なんですよ。で足を要するに今日飛ばすからって足の使い方とかフォースの出し方とかじゃなくて、やっぱり一番重要なのはダイナミックエイミングです。やっぱり足はここからここまで、まあ、僕だったら28センチぐらいなんですけど、この中で重心が前前後に動くわけですよ。でこっちもそうです。であとこの幅で動くわけです。ってことは前も言ったけど、トップ行った時に、まあ、ヒールアップして左右のかかとになったらエイミングは右向くわけですよ、はい、そしたらクラブっていうのはインサイドから入ってくる、はい、でそれも分かってるんだけど、打っていった時にこういうふうに入ってきちゃう。でクラブはもちろん首切りもするし、まあクラブが先に動いてくればカットになりますよっていうのがあるんだけど、やっぱり足をちゃんと見直していただきたいと思います、はい、でエイミングをじゃあ左つま先右かかとの状態で切り返してって言っても、分かっててもやっぱりみんなこうなっちゃうし、これをじゃあベタ足でっていうのも何回かやったじゃないですか。でベタ足にしとけば基本的につま先いかないからエイミングはカットになりづらいんだけど、じゃあベタ足にしたところで左のかかとが抜けちゃったら、これはもうエイミングカットになっちゃいますから、はい、だからそこを考えた時に、じゃあ足の裏のエイミング、あのプレッシャーですね、どういうふうにしてそのつま先だかかとになってるかっていうと、これはですね、みんなあんまり考えてないんですけど、股関節とか足の裏は考えるんだけど、実は膝の位置ですよ、はい、この膝の位置が例えばちょっと一回俺自分でカメラ持っちゃってもいい？今足を僕今撮ってるんですけど、ドライバーじゃあ行きます。僕は今上から自分で自撮りしてます、はい、今こんな感じで、それで今グリップここにあるんですけど、足今見えてます。でこういう感じで、まあ、ちょっと僕の場合左足がちょっと開いてる感じで、右もちょっと開いてるけど左の方が多く開いてるんですけど、この状態で今膝も見えてると思うんですけど、もし真ん中から見るとこういう感じなんですね。でこれで膝の位置が、例えばバックスイングしていくときに、バックスイングしていくとこういう動き方になってきます。はい、膝ですね。はい。僕目線で見て、
膝ヒールアップするんで、ちょうどつま先ぐらいのラインぐらいまで膝が入ってきます、はい、でこっから今トップまで行ったんですけど、切り返すときに、トップから切り返すときって左膝がちょっとこう動いてくるんですね。丸く、はい、ほんのちょっとですね、ちょっとですね、こう出てったの少しこうなってくる、はい、でこれがアマチュアの人って引けるのが早いです。でこの左膝がこのつま先を隠れるぐらいな感じでこう切り返していくと、今エイミングはどう考えても膝がつま先の上にあるんで、はい、そこに乗ってるんでインサイドアウトの軌道になってます、はい、そういう形ですね。でこっから自分から見たら、今ちょうど左の膝は足の上なんですけど、まあ、カメラのアングル的にはちょっと外に見えるけど、こうですね。これも振っちゃった後ですね。そうです、まあ、いきますよ。アドレス、トップ、切り返し、ハーフウェイダウン。ハーフウェイダウン、ここだ、はい、ここですね。それで、はい、ここですね。今度インパクト、フォローするです。こうやってみます。最後はチェックですね。はいはい、そうです。なのでこの膝がやっぱり、特に右膝なんかはほとんどちょっと引けてる感じで、横の動きは全くないですね。ずーっと引けてくる感じで、左膝が前に出てくる、はい、でこの形ができるともう今の時点でドローボール打ちやすいです。打ちやすいですね、はい、でこっからカットになるアマチュアの人って、はい、こう来るんですね、はいはいはい、そうすると膝が前、膝が出てきてつま先の上に行くと、もう完全に右つま先で、もう左足がここまで、右足がこう出てくると左足がやられて、ちょっと左膝が流れてるような状態で、もう母子球で踏ん張れてないですね、左足が。踏ん張れてない。で流れてくるとめくれたような状態が早くできて、ここでハーフウェイダグナーになっちゃって、当たる時にはなんかこう引けちゃったような状態なので、必ずこっから右膝がまずはこっち行かないことですね、ここで我慢する。もし体が柔らかくてどんどん深く回したいんだったら、どんどんこういうのっていいです。右膝が伸びちゃってもいいです。で、そこからこう入ってくればいいんで、やっちゃいけないのはこれですね。はい。それとか、右膝の位置が全然変わらないで左膝が前に出てっちゃうと、これも両方つま先になっちゃうと体回んなくなっちゃうんです。はい。必ず回れば回るほど右膝は後ろに行く。はい。どんどんこういう風になってくる。でここからこの右のかかと、左つま先のままダンシングこう入ってきて、はいはい、今日見せたかったのは上からのその膝の動きなんで、今何やったかというと、アドレス、トップ行った時は右膝少し後ろに引けてもいいですよっていう、膝がここに来ます。それでそこから切り返してきて、こういう状態ですね。でこのままこうです。でこう最後かかとに抜けていく。この動きができてくると、クラブっていうのはインサイドから入ってきます、はい、ボールのこっち側に立ってるわけですから、普通に考えたらクラブっていうのはインサイドから入ってきて、またインサイドに抜けていくということです。ということは、必ず足の裏の重心もつま先に行ったりするとこう行っちゃいます。かかとの人はこう体を起き上がる人が多いです、はいはい、で膝が右に流れる人っていうのはこういうふうに体が流れるとこういう動きになってきます。それか、これが内側にと思って、こうなると左膝が出すぎてクラブが上に上がりし始めちゃいます。なのでさっき見せた上からの適度な場所で、ここですね、そうすると膝が流れてない。でこの状態ができて、切り返しまでできれば、もう大抵もうそれで OK ですから。はい、またちょっとすみません、はい、アドレス時の今膝の動きで、はい、ね、足の裏の重心、はい、がすごく分かりやすい、はい、膝を意識した方が分かりやすい時もあるよっていう感じなんですけど、はい、アドレスの時にすごい曲げちゃう人と、すごい伝ってる人がいるじゃないですか、はいはい、それは別にその曲げすぎが悪いとか、伝
の辺じゃなきゃいけないとかっていう定義はあんまりないですか。あ、膝の位置ですか。あの最初のアドレスの、アドレスの時にさっき言ったように上から、まあ、見てたけど、自分から見てつま先より膝が前に出てたらもうアウトですね。アドレスアウト、はい、もうこれ×、はい、でも、うん、一つ方があるのは膝が前に出たら体を起こすしかないです。これは OK です。でも良くはない。まあ良くはないです。やっぱり骨盤がまっすぐ平らになっちゃってるんで、はい、体がこうにしか回らなくなってしまう。なので適度に骨盤も斜めにして、肩も少し斜めになって、そうするとだいたい膝っていうのが自分から見たら今のラインはこの辺ですよ。バックスイングした時に左膝からライン出てくる。そうするとクラブがインサイドから入りやすい。でそこから打てば必ずこうドローボールになってくる、はい、右に出てドローになる、はい、なので今日はちょっと簡単ですけど、球を飛ばしていくためにはまずは腕の動きとかフェースの向きとかあるけど、この足の体重でもそうだけど、重心がずれてていくら足を動かしても飛ばないので、必ずトップ行った時にこのままだと左肩で何も見えないから、こう下ろしてみると、あ、膝はつま先のラインより出てないなって、うん、で出た分だけ膝があったところにも内側に入っていればこれは重心がずれてないってことですから。なるほどね、はい、そうですよね、うん、膝がだから同じ位置にあるのに左膝が前に出たらこれは重心が前ってことになるんですか。そう、右膝が引けた分左膝出なきゃいけないって、そうに考えてください。そうするとセンターオブプレッシャーっていうのは、まあ、重心を結んだ点は変わってませんから、はい、そしたらその場で打てばクラブも何やろうがこの状態で下ろしたらインサイドしか下りないんで、これはもう手で本当にやるしかないんで、必ずトップ行った時にこれだったらインサイドから普通にやったら下りるよっていう重心の位置を考えて、まあこの間言ってる B6 のハーフダウンの場所までこう導いていってください。そうするとここから必ずインサイドからこう入ってくるんでドローボールになってきますか。だから今、はい、マスがせっかく膝をやってくれて、ハーフウェイダウンで、はい、何にも操作しないよと、はい、足の動きで来るよって言うんだけど、はい、そこまでにせっかく膝がうまいこと覚えてきてるけど、上半身が一気にわって力入って回り出しちゃうと、せっかくの足も台無しになったりするってこともある。あります。はい、なので上体の力を抜いて、はい、まず足のことを考えて、はい、やっててください。じゃあ最後、はい、1回打って終わりにします。急に振ったら体が回らなかったけど、まあいいや。はい、はい、まあ今日のね、膝上から見たのは、ね、もう一回見てください。あんまりね、うん、ないよね、うん、自分から見たやつですからね、ここから撮りましたから、うん、はい、そうそう、あ、こう見えてんだなって。だから左膝が前出すぎて膝がこのラインから後ろ行かないでこっち来た時は前方にいて、しかもちょっとこっち行ったと思ってます。だから必ず対照的に。何ですか。分かる分かる。こうやってだって自分で見てるところだから。こう膝が要するに自分から見てこのラインよりもこっち出ないで引けるのは OK ですよって。よく聞くんだけど、質問受けるけど、曲げてた方がいいですか、伸ばしてもいいですかって、全然関係ないです。はい、それはどっちでもいいです。自分のやりたい方で。でもこの膝がこっち行くのはダメ。あと、じゃあ外行かないために中にこうやる人いるんだけど、待って、これもダメ。はい、やりたいんだったらこの膝がもっとこう出るならいいです。8番、あ、そうですね、別にドライバーでやる必要ないと思います。そこからドライバーに移っていってもらえると、はい、だからドライバーでもハーフでやってもいいですよ。インサイドからこう入ってくる、これでもいいです。めっちゃ軽く打ってもいいし、ドライバーだとスライス出ちゃうからね、やれなんて思っちゃうから、8番でこうドローが出てるから
あ、いいと思いますね。ドライバーに移ってくるみたいなのも一つの、はい、今日は簡単だったんですけど、見てもらいたかったのは上からちょっと膝の位置っていうのは、みんなすごい質問するんで、ここですか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 っていうから、あのラインのイメージで、あれが絶対じゃないですけど、バランス的なものとして考えてください。セルフチェックできる感じ。そうです。そうです。そうすると、すごい早く回転して飛ばせるようになってきますから。飛距離が強い球ができて、で打てて、冬でもね、風に負けない球を打てると思いますので、皆さん頑張ってください。で今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。フェアリーです。